巨人元コーチ、デーブさん、去年は原と阿部が真逆のことを教えるもんだから門脇ですら混乱していた。門脇が悩みまくって、原監督からはもっと引っ張れと言われる。阿部ヘッドはショートゴロは俺はヒットとみなすよと。どっちも正解だけど、本人はすごい人に真逆のことを言われているから、どっちもやろうとするわけですよ。でも最終的には自分で処理していって、練習方法もいろんなところから情報を集めて自分でルーティンを決めて、こういう打ち方しようと。で、最後は近本の真似をし始めたんですね。そこ調整するのお前やろ。お前は何を教えてたんや。口出しできる雰囲気じゃなかったとか、原の犬でしたとか言ってる。打撃コーチじゃなかったって何してたの。原の小判ザメ。大丈夫なんかこの組織。指導方針統一させない球団はダメやろ。デーブ食綺麗に消すみたいやから、阿部デーブ間の関係は察せれるわな。これ今度は阿部とバッティングコーチでチグハグになるだけちゃうの。原が自分に口出ししない従順さに目をつけてデーブ呼んだんだから、マンハラやわ。ついてる時は権力者に尻尾振ってクビになった途端こんな腐った組織でしたと暴露祭り。よくこんな手本みたいな関心ムーブできるな。どうせかからんやろのデーブ。デーブ雇うとしばらくはこういう商売されるのは目に見えてたのにな。そこをまとめるのがコーチの役目やろが。デーブのインタビューやっぱおもろいな。結局デーブ連れてきた腹が悪いとしか言えん。でもこれ散々ネタにしてる阿部の方が正解だったって話やん。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。